デストロン。デストロンはトランスフォーマーシリーズに登場する架空の組織。英語版ではほとんどの作品でディセプティコンズ、ビーストウォーズ及びカーロボットのデストロンがメタルビーストはプレダコンズと呼ぶ。日本語版ではほとんどの作品で敵トランスフォーマーの組織名はデストロン統一されていたが2007年の実写映画版公開以降は日本でも英語版に 基づいてディセプティコンと呼ばれるようになった。日本国内においてはディセプティコンズとプレダコンズの別が曖昧になっており、ビーストウォーズ2のデストロン機構部隊はディセプティコン的な特徴を持つにもかかわらずプレダコンズのエンブレムを使用している。なお、プレダコンズに対し G1 時代のデストロンを旧デストロンと呼ぶこともある。デストロンは軍事用ロボット軍。 ミリタリーハードウェアを祖先とする種族であり、サイワトロンとの対立は1000万年前からに及ぶ。トランスフォーム能力を得たのは、サイワトロンより後である。開戦当初、デストロンは、軍事用ロボットを祖先にしており、サイワトロンを圧倒する火力を搭載していた。しかし、指揮系統の欠如によりその能力を活かすことができずに、いた。それが980万年前にメガトロン。 メガトロンの誕生で激変した。彼は各地のデストロンを力で屈服させ、自らを頂点とする強力な指揮系統、支配体制を築き上げた。これにより、弱点の解消されたデストロンはさらに威厳を、まし統率の取れたデストロン軍団へと変貌し、飛躍的に勢力を拡大させていくこととなった。400万年前、メガトロン率いる一団がサイバトロンの エネルギー探索の阻止を図った際、サイバトロンともども地球に不時期し、1985年、番組スタート時を物体をしているため、アメリカ版は1984年まで機能を停止、軍団覚醒後は地球でのエネルギーダッシュを主目的とするようになる。しかし、この機能を停止している間、サイバトロン、デストロ内の他のトランスフォーマーでの戦い、 ビーストウォーズ調整命体トランスフォーマー、ビーストウォーズメタヌス調整命体トランスフォーマーが行われ、同作品では、スタースクリーム、サウンドウェーブ等が休止状態で出演している。この時は G1 からの遺伝子であるジャガーが出演した。なお、メガトロンらが旅立った後のセーバートロン星では、防衛参謀レーザーウェーブの率いる軍団が戦局の維持にあたり、 デストロン優勢の状態が続いている。デストロンの支配体制はメガトロンによる独裁体制である。しかし、反メガトロンクーデターの発生が珍しくない状態となっている。軍事用ロボットを祖先とする彼らは戦うために生まれた存在であり、多くの者たちは戦いに大きな価値を持ち、好戦的な傾向を持つ。 一説にはこのことがセイバートロン戦争勃発の一因になったとも言われている。洗脳を受ける前のビルドロンのようにデストロン系のトランスフォーマーがサイバートロン系のトランスフォーマー有効的に共存していた例も存在している。デストロンの構成員はほとんどが戦闘要員であり輸送兵であるロングハウルなど支援任務を持つものであっても最前線での戦闘能力を有する。 また、主戦力として、Z ロンなる航空部隊を有し、さらにそれ以外の兵士も全員が飛行可能であり、迅速な制空権の確保、そして、作戦展開が可能である。サイバトロンに比べると戦局に影響するような技術は、デストロンの方が先行している。トリプルチェンジャー、シックスチェンジャーといった多段変形能力者や合体兵士を先に投入したのは、 デストロンであり、また、動力源や、食料の効率的な保存方法であるエネルゴンキューブ、も、デストロン起源の技術である。デストロンでありながら、メガトロンの配下ではない者たちもいる。傭兵集団である、インセクトロンと、サイバトロン、デストロン双方と敵対した、スモークスクリーンドレッドウィングである。サイバトロンが地球人との関係を了解していったこと。 デストロンの暴虐により、デストロンは地球人から敵視されている。しかし、ショーンバーガーやドクター・アーカビルなど、少数ながらデストロンに味方する地球人も存在する。その後、マスターホースにおける人間と機械体が融合する TF イコールゴッドマスターの誕生により、地球人でありながらデストロン兵士となった者も,も出現している。ただし、ダニエルと信仰を結んだ。 シックスショットや地球の街で土建業者を始めた恐竜戦隊のように中には地球人と和解した例もある。デストロンの男女比は大きく男性側に偏っている。サイバトロンにはエリータワンやアーシーなどが存在するがデストロンにはほとんど登場していない。登場した数少ないウーマンデストロンとして漫画版 V のエスメラルやライザック。 ギャラクシーホースのクロミア、ビーストウォーズリターンズのストライカ、アニメーテッドのスリップストリームが挙げられる。ビーストウォーズの女性型デストロン、プレダコンであるブラックウィドウはもとはサイバトロン、マクシマルのプロトフォームで、その後サイバトロンになるという複雑な経緯を持つ。アニメーテッドのブラックアラクニアももともとは純粋なオートボットだったが、 ある事件で醜い姿となり、ディセプティコンに寝返ったものであり、純粋なウーマンデストロンではない。トランスフォーマーアルティメットガイドには、女性のトランスフォーマーは偶然に発生するものとあり、トランスフォーマー全体の男女比が、男性側に大きく偏っていることが示されている。作中にて、デストロン軍団のテーマソングとして使われた曲として、以下の2曲が挙げられる。 彼らもまたサイバトロン、マキシメルズと同様に有機金属で構成される新種の比較的小型のトランスフォーマーである。有機生命体への完全な擬態化が可能。ただそのスパークは攻撃的思考を持ち、セイバートロン製のどこかにあるピッとザピッとなる器官で生み出されているという違いがある。エンブレムはキューデストロンの鋭角的なものから昆虫の頭部を模したようなものに変わっている。 蘇生が同様であるためか、マクシマルズへの入隊も比較的容易に可能。ダイノボット、ダイノバートは、ビーストコンボイの了承を得た上で、変身コードの書き換えのみで台を移動している。日本語では全て変身。であるが、海外では、マクシマルズのマキシマイズ、マクシマイズ。プレデコンズのテラアイズ、書籍などではテラライズと表記されることが多いと、変形コードが違う。 他にも誕生前のプロトフォームに再復することで、プレダコンとして誕生させることも可能。ブラックウィドウ、ブラキャラシニア、インフェルノ、インフェルノ。ディセプティコンであってもプレダコンへのアップグレードが可能であり、旧作に登場したカセットロン、ジャガー、ラビッジは、ガングの世界では、コンドル、レイザービークもプレダコンとして転している。ディセプティコンとともに表向きは、 セーバートロン保守の意思決定機関、最高議会に従って、サイバトロンとも争うことなく、平和を維持しているが、後日のトライプレダカス評議会たちによれば、それは反乱と、宇宙征服の機会を腰炭々と狙う準備期間に、過ぎないことだったようだ。ただし、ビーストウォーズのストーリー構成及び脚本家である、ラリー・リティリオによれば、 新旧サイバトロンデストロンの4種族はお互いにうまくやっており、共に他の銀河などを探索していたとのこと。なお、G1 シリーズ中にもプレダコンズというグループが登場しているが、こちらはディセプティコンズのサブグループであり、ビーストウォーズシリーズのプレダコンズとは直接の関係はない。いくつかの機関が多大な影響を持ち、そのうちの一つが、 メタルスの劇中登場したトライプレダガス評議会トリプリダキアスコウンセルタランスの発言にあったサンバカ長老はこれを指すであるこの機関の直属の部下がジャガーである彼はセーバートロン星の秘密捜査官でありながら評議会の兵士でもあるビーストウォーズに登場したビーストメガトロンメガトロンは彼らの中でも異端児 初代破壊大帝メガトロンの後継者を自称し、現状を急進的に変革すべくデストロンプレダコン全体の意を無視してセーバートロン製に保管されていたゴールデンディスクを奪取。そこに記されたエネルゴン埋蔵量の多い星を見つけ出し、戦力増強を図るとして同志を募り、奪取した戦艦で出撃。追ってきたサイバトロン。 ビーストコンボイたちとある惑星で闘争を繰り広げた。なお、初代メガトロンはこの時代、行方不明になっている。ビースト、メガトロン敗下のメンバーは、事故の欲望のためについてきたものが多く、体内でのクーデターは、幾度となく起きている。とはいえ、ビースト、メガトロンの感知により常に鎮圧されている。カリスマ的リーダーの下でなくては組織として機能しない。点は、 旧デストロンと同様である。メタルスで明らかになったのが、タランス、トランチラズの出自である。彼は、サイバトロン、デストロンとも系譜が異なるユニクロン、ユニクロンの剣族であった。トライプレダカスの三人も同様であり、彼らの最終目的は全トランスフォーマーの壊滅であった。そのため、タランスの裏切り行為は、他のメンバーとは一線を隠しており、 軍団壊滅をも意図はないものであることが多い。ビースト、メガトロンは、エイリアンの影にいち早く気づき、エイリアンの施設を利用するキー、エイリアンディスクを手中に収め、彼らの用意した、いくつもの施設を利用。一度は、ビーストコンボイの防殺に成功している。高度なエイリアン技術を解析し、トランスメタルドライバー、トラメトルドライバーを、開発、再生能力を持つメタルス戦士、 メタルスニを制作しリもしている。ビースト、メガトロンが盗み出したゴールデンディスクとは地球人が打ち上げた宇宙探査船、ボイジャーに乗せられたものと同一。それには初代メガトロンのメッセージが記録されていた。デストロン敗北の場合に備えた子孫たちへの策である。時空間移動が可能となった暁には過去の地球に向かい、 再起動前の休眠状態の初代コンボイを殺害し、未来を変容させるというものであり、これが、ビースト、メガトロンの真の目的であった。初代メガトロンにふさわしい遠大な暴略であり、このメッセージを聞いたジャガーも協力するようにな。った。初代コンボイの殺害には失敗したが、ビースト、メガトロンは、休眠状態の初代メガトロンのスパークを吸収したことにより、 ドラゴンメガトロンに変身する。さらにキューデストロンの戦艦、ネメシス、名前は本作で初出を再起動させるなど、初代の遺産が戦火を拡大させることとなった。なお、初代コンボイが一時的に損傷した際、プレダゴンズたちは歴史改変の影響を受けていないことから、彼ら、プレダゴンズという種族の誕生は、両軍の関係が改善した時代と同時期ながら、 オートボッツ、マクシマルズ双方のサイバトロンとの関わりはない、もしくは極めて薄かったようである。ビースト・オズ・リターンズにおいて、ビースト・メガトロンが新たに組織した軍団、スパークを持たない純粋無機機械ドローン軍団で組織され、全軍をメガトロンとスパークを持つ数人のジェラルで統括している、事実上メガトロンの私兵集団である。とはいえ、 物語開始時にはすでに、セーバートロン製を数人のサイバトロンを除いて、ほぼ完全に制圧しているなど、トランスフォーマーシリーズに登場する敵組織の中で、最も軍事的に成功した組織でった。トランスフォーマーカーロボットにおける、ギガトロンが率いるメタルビースト軍団。途中より、ブラックコンボイ及びコンバットロン軍団を組織に、組み入れる。トラフォーマーズ。 ロバーツ・イン・ディスカイズでは、メタル・ビースト軍団を、ビースト・ウォーズに引き続きプレダ・コンズ、サイバトロン・エンブレムが反転したエンブレムを持つ、コンバットロン軍団は、ディセプテ・コンズとされた。本作放映時は、他作品とリンクしない独立した作品とされていたが、ヒスプレ限定での設定では一連のシリーズに、組み込まれ、未来のデストロンのエディート集団であり、過去の世界にやってきた。 デスロン外部組織とされた。本シリーズではザ・ホールンと呼ばれるものが創設した組織とされている。セイバートロン星とオールスパークの支配権をめぐるオートボットサイバトロンとの戦いで母星が滅亡した後、リーダーであるメガトロンが宇宙へ飛び出したオールスパークを追って星を脱出、一時期スタースクリームが指揮を取っていた。やがて地球にオールスパークとメガトロンがいると知って、飛来し、 同じく、オールスパークを求めてやってきた、オートボットと地球人の連合軍を相手に激戦を繰り広げることになる。全作品までの設定とは一新されている。全大戦グレート王によって、オートボットに敗北、一時は壊滅したと思われていたが、密かに活動していた。一時メガトロンが、静止不明となり、組織が分解したものの、メガトロン復活により活動を再開。 地球及びセイバートロン星に潜伏し、両星での混乱を煽る。後にメガトロンは再び捕獲されるが、残党の多くは未だ宇宙に散っている。ガン組登場のディセプティコン、かつて検討士として活躍していたメガトロナスという TF が武力による政治改革のために組織した軍団で、この時にメガトロナスはメガトロンと名を改めている。 メガトロンの元死に言うである、オプティマス率いるオートボット軍と戦争の末に、セイバートロン星が荒廃したため現在は活動の場を地球に移し、ゆくゆくは、セイバートロン星を復興し再び支配するべく間、ネメシスを拠点にして地球に眠る、エネルゴン鉱脈や地球にある、核技術、そして、セイバートロン星よりもたらされた古代トランスフォーマーの遺産をめぐって、 オートボットと激突していく。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。